なんか始まりましょうか。うん。二人パパ。シュンガ。みなさんこんにちは。二人パパのみっつんです。今日はめちゃくちゃ久しぶりのリカパパと息子くんのお料理動画。これまたリクエストの多かったスウェーデンを代表するクリスマス料理ヤンソンさんの誘惑をその名前の理由とともにご紹介。相変わらず日本語とスウェーデン語がごちゃ混ぜになりながら料理を進めるこの親子、リカパパにはなぜか手厳しい息子くんのツッコミにもご注目。それではいきましょう。二人パパのパパと息子のバイリンガルキッチン、ヤンソンさんの誘惑。今日一応さ、ミツパパのさ誕生日会なのよ。何か誕生日会フェデレスドックスクロース。なんでミツパパ今度誕生日の日にさ、明日行くの？明日行かない、明日行かないけど、誕生日の日にルレオにいないからちょっと早めに誕生日会をします。どういう時行く？オンツボベッコール。どういうこと？今日はリカパパがミツパパが好きなヤンソンスの誘惑、ヤンソンスフレストヤンソンスフレステッセ、クリスマスにいつもね作ってくれるんだけど、リカパパがいつもクリスマスも日本にいて、あの久しぶりに今年はあのユールに参加できないので、先にミツパパの誕生日に作ってもらいたいと思います。あなたも手伝ってくれるじゃん、リカパパ。しかしいたっけ。チャチャー、よろしく。これは何ですか？バター。そうね、バター。これ何？クリーム、ね、生クリーム。あとはアンショービス、こういう缶の魚。これがないとちょっと、それがないとちょっと、これ日本に売ってるか分かんないよね、ちょっとね。売ってないと思う。このアンショービス魚食べたことある？ない。じゃあ今度食べてみよう。あ、ちょっとまだ早い。でもメインイングリディエンスは何ですか？これはパン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 、ポテト。待って、もしかしてこれ探す？どうやって？じゃあ最初はポテト。洗う。そうね、洗う。ということで2人のお料理開始です。まずはじゃがいもの皮を剥いていきます。たたーん。じゃあポテトここに入れましょう。切ってないよ、これ。よし、ポテト洗いましょう。これなんか切ってないよ。息子くんはスコアラーしたい？したい。じゃあここでスコアラーして、終わったらここに入れて、ゴミはここで。僕はあのちょっと洗います。メルトバッター。うん。あ、じゃあメッサーとヒント。スクラブリティビデオ。どう？ブライトボーイ。だらーん。息子くんの話を聞いていると、二人パパの役割分担が垣間見えるかも。Och vi alla tre, då är det som lite där laj, då är det som lite mer såhär, ja, lite mer saker faktiskt, vad ska ni göra då? 息子くんなりに見えている景色があり、 YouTuber として同じ意識でいてくれてるのね、という僕にとっては驚きの発見でした。ところで2人が皮むきに集中して静かなうちに、ヤンソンの誘惑という名前の由来についてお話ししましょう。これには諸説あるのですが、有力だと思われているのが1928年に公開されたサイレント映画のタイトルから来ているというもの。ストックホルムのオステルマルム地区に住むスティーグマルク夫人がパーティーに参加した際、そこで出されたこの料理に当時好きだったその映画の名前、ヤンソンの誘惑なんていいんじゃないと料理人の妻に提言したというもの。ちょうどその映画を見た後にジャガイモとアンチョビが入ったホットサンドを食べてたから、そこからインスピレーションが来たらしいんです。でも確かにキャッチーでいいネーミングだと思いません？さあ作業に戻って、順調に皮を剥くリカパッパと息子くん。大量のジャガイモの皮を剥くのでちょっと大変みたい。
Ja, men under tiden på att då blir det ännu svårare. Från potatisen att jag gör så nu blir naken. Mm. Har du tänkt på den saken? Det är mycket potatis i det här. Hur mycket? Vet inte hur mycket. Ja, jag vet. Det är fina potatis. Ja. Verkligen fina. Hur mycket potatis är det för dig? この日もは僕の弟のファンから取ったね。息子くんも手伝ってくれたね。芋掘り。Äntligen fick jag reda på det. Om Henke var om vem som var lillebror, storebror. Har du undrat om jag är Henkes storebror eller om han är min bror? Ja, det har jag tänkt på ibland. Ja, där är jag. Och ni sa att det är jag och då. Jag tror att det är du som är storebror. Ja. Då kommer de undra, va? Var? De har ju jättemycket potatisskal. Ja. Lagar de potatisgratäng? Och det är dotchen och hugga oj. Och kommer det? Vi måste. Ris tror jag. Inte pappa, inte med åki, åki. お米の袋を買うあ、よくね、そこにあるね。息子くんはどっちの方が好き？芋？ご飯？ライス。うん、僕両方とも好き。パパ、こんな大きな穴が開いてた。え？誰かが食べたの？もしかしたら。か、そんなに大きな穴じゃなかったけど、あとはなんかこうやって取ったらシュッと深かった。ああ、OK。と、あの穴は、まあ、ここが腰頑張だった。うん。それからやめた方がいい。うん、ちょっとやめた方がいいかも。悪くなってる。寝るよりは。うん。寝るよりは。寝るよりは。まだ皮むきは残っていますが、ここで役割分担をして、息子くんが先にカットし始めることに。Kolla den där lilla. Ja, det här är min sak. Mm. Då ska jag bara visa hur man gör. Kom igen, ta min kniv. Han tog ju bara min kniv. Boken och knife och tata dacke. Då vill vi att de här ska se ut ungefär så här. ジャガイモはフライドポテトのような形にカットしますが、その太さは家庭によってまちまち。うちはマックのポテトとモスのポテトの中間ぐらいの太さかな。ミファルナストだっけ？あの大きさ。うん。ハンバーガー屋さんのフライスの大きさぐらい。Vi gör. Okej, vi sparar en sån här så vi reser den. うん。多分。そしてここでリカパッパのヤンソンを美味しく作るポイント。ポテトは今僕ポテトを洗ったでしょ？洗った？うん。それはカットする前洗ってもいいけど、カットした後はあんまり洗わない方がいい。あのカットするときはこのポテトのスタッチはあるでしょ？うん。それは残したい。そうしたらなんかちょっとウィッテクリーム。切った表面から出るジャガイモのでんぷんが後から入れるクリームと合わさり、いい具合にとろっとするんですって。Men du får fortsätta med det där så skalar jag potatisen vidare. ここで突然息子くんがミツパッパのところへ駆け出します。ミツパッパ、いつも外で食べるフライドポテト、この形に切ってあげれば家でもできると興奮した息子くんなのでした。そして作業開始から45分。Nu går jag. Kom igen, du kan bara sitta här och glo. Vi har ju så mycket potatis kvar. Jag är så klar. Jag ska rast bara så du vet. Och resten ska jag inte sova. Jag ska bara ligga här och ta rast. Ja, det är kört. Ja, det är kört.
誕生日がね。ハッピーパパ。うまいことさりげなく逃げた息子くん。一人取り残されたリカパパは黙々とじゃがいもを切り続け、薄切りの玉ねぎも用意しました。Jag tänkte du skulle få smöra, smöra, smörja, 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 smörja. Nu börjar det roliga. Nu ska du få ta, ställ dig på den här stolen. Nu ska du få ta, titta här, smöret. Så ska du få ta och smöra den här. Det här är lite jobbigt. Det är lite jobbigt. Sen borde man inte skära en bit och sätta papper och göra så. Skär den här i bitar. Fina bitar, bra. Måste vara fina. Mm. Ja. Men det här kanske borde ha lite mer, för det här är lite högre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. さあ、ここでヤンソンの誘惑に欠かせないあの食材が登場です。Kan du öppna den? Ska jag öppna? Udda. Det är rätt jämnt. Vad måste jag dra? Hur drar jag? Ska man dra runt så här eller? ちょっと filma してもらえますか? スウェーデンでもアンチョビと呼ばれるこの缶詰。ただ、日本でよく見られるイワシのアンチョビではなく、キビナゴに近い小型のニシン、ヨーロピアンスプラットをいくつかのハーブと塩と酢で漬けられたもの。日本では手に入らないそうです。Yes! Superbra! Då har vi två sådana här. Då ska vi slänga i potatis. Boss! Harry! Boss! そして、グラタン皿などの耐熱容器に、ジャガイモ、アンチョビ、玉ねぎ、ジャガイモ、アンチョビ、玉ねぎの順番で重ねていきます。Jag ser ju något som en ben, något som liknar ben. Det är filé. Vad är filé? Ansjovi och filé. Filé betyder att man har tagit bort alla ben. Stackars gamla fisken. Stackars fisk. Och nu ska du få se. Då tar vi och lägger på lite, lite lök också. Oh, nej, jag vill inte ha lök. Lök är inget gott. Och så ska vi lägga potatisarna på här. Exakt. Så det blir som en hamburgare. Mm, olika lager. Och så ska jag göra samma sak igen. Mm. Så det blir som två lager eller tre. Jag tror det. Och så flera lager. Men det funkar inte med den här låga. Det här kan jag typ lite gifta på flera lager. Det är någonting som jag vet. Mm. På vad ska jag helst börja hälla? Överallt. Då sätter vi ungefär ett lager till. Kan du ge mig papper, för jag vill inte lukta fisk på mina händer. Jag har redan börjat lukta. そして一通りの材料を入れたら、ここで大事なのが、ska man lägga på där? Där. Nu. この缶詰の汁がかなりしょっぱいんですが、これを全部入れることで味付け完了。そしてそこへミツパッパがやってきましたよ。息子くんやってないの。うん、一人で一人でかわいそう。大丈夫？うん、大丈夫。もうすぐもうすぐくん、もうすぐ、okay. あの生クリーム。あ、OK。もう少しポテトが、うん、魚たくさんとか。今日はシルある？シル。シルはないな。買ってくる？ちょっとシルとスモークサーモンとローストビーフかなんかそういう。そうね。ヤンソンってさ、メインじゃないんだよね。そう、サイドディッシュ。サイドディッシュだもんね、どっちかっていうとね。まあ、でも俺的にはでもメインにしてもいいぐらい美味しい、なんか。そうね。ものなんだけど。しょっぱいし、あとポテトがいっぱいだったからね。もともとこれは、一気に、飲み？うん。飲みながら食べる。ああ、酒のあてに。そうそう。ぴったりなのね。OK。じゃあ、息子くーん。Nu ska vi hälla på grädden och mjölken. Åh nej, varför måste ha grädde? Och ströbröd måste vi också ha. Mitt pappa, panko, doko. Vadå? Vilka är bulmi? Vi ska ta kanske. Vad är det?
あのそれのパン粉はヤンソンのパン粉はこっちの方がいい。日本のパン粉じゃなくて。あ、OK。じゃあ、ムスクビタを何かシェイクをして。あんこぴーって、あんこぴーって、どこ。Vi gillar inte grädde så mycket. En. Ja. Så sprider du ut över. Över hela stället, ja. Mm. Ja. Ja, det är 9 förresten. Jo. Ja. Så してクリームだけでなく牛乳も入れます。Oj. Det blir nog bra. Och då häller vi i det här antar jag. Ska jag göra det först? Jag missar. Kan du göra? Ja. Oj, ganska mycket. Alltså det har ju lite på i 2 timmar nu. Ja, lite lagom till maten. Och vänni, ger det marsak. ここまで来たらあとは焼くだけ。175度に予熱をしておいたオーブンでジャガイモが柔らかくなるまで1時間半ほどじっくりと焼きます。足りなかったら少し延長するのですが、この日は1時間45分ぐらいだったらしいです。ただ取り出すシーンは撮れてなかったみたいなので、もうこの後は完成したヤンソンを次の食事のシーンでご覧に入れます。いつもはユールアフトに食べるため前日に作って一晩寝かせておくヤンソンの誘惑。今日は焼いたその日にいただきます。それでもとりあえず最初はこれの感想からいきましょうか。うん、じゃあリクパッパが取ります。いいよ、あなた先食べてて。うん、これチキンのミートボール。今日そうね、チキンのミートボール食べていいですか。うん、食べていいですか。食べましょう。いただきます。いただきます。うん、うん、うん、おいしい。これサイドティッシュっていうのはね、もったいないぐらい、もうメインでもいいぐらいだけど、私でも何でも合うよね。もうなんか魚は溶けちゃってないんだけど味がすごい。うん、これちょっとごちそうだね。シャンダスミンだ。うん、これ一応ミスパパの誕生日ディナーだ、今年の。うん、ちょっとその感想聞かせて。リカパパが作って美味しい。オッケー。食べた後に美味しいとかって言ってほしい。さっきあそこで食べたと、さっき一個こうやって試した。そうだね、あれも一番上のところまで試してないけど、それはうん大丈夫。無理やりそんな YouTuber。 美味しい。ありがとう。うん、スモークサーモンともめちゃくちゃ合うね、これ。今日でもグラバドラックスだけど、ミツパパは今年で43歳です。43歳。そうでもね、43。うん、まだあなたはこうやってそうだよね。そうだね。あー、ペガパパ本当に美味しい、これ。ムーカンムスコくん、ムーカンムスコくん、ムスコくんの今できるね、今度。うん、そうね、あと動画作ったから覚えられるね、これね。なんかもうね、ビールボード行かなくていいかな、もしかして。どこに、どこにいるボード。ユールボード。何にいるボード。これもうユールボード予約しちゃったから、食べたくて。どこなの。ホテル。ということで、この日はリカパッパの美味しいヤンソンの誘惑をいただくことができましたが、次回は本格的なスウェーデンのクリスマスディナー、ユールボードをご紹介するので、お楽しみに。やばい、超お腹が。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。本当ごちそうさまでした。リカパパ美味しかった。リカパパのヤンソースよかった。今年も食べるけど、うん、と息子くんと一緒に作ったね。そうだね、初めて息子くんと一緒に作った。初めて作った、初めて。え、これえ初めて食べたの？前食べたことあるよね。でも絶対食べたことあると思う。1回だっけだって。もう本当、うん、お茶入れてデザート食べようか。じゃあ、イエス。何する今ということで、この後食べたのが先週ご覧に入れたいちごのショートケーキ。まだご覧になってない方はぜひ見てみてくださいね。そして今日の動画はここまでですが、最後の次回予告もお見逃しなく。さーて、来週の二人パパは息子くんです。ヤンソンという枠は実は美味しいのと美味しくないの間だった。リカパパとロールするのポメスの形になったのは楽しかった。いつかポメスをお家で作りたいな。でもパパは家でやりたくないって言いました。なんでと思ったよ。さて次回はとっても素敵なところにクリスマスディナーを食べに行ったよ。お任せした。僕らをお楽しみに。チャンネル登録お願いします。ステンサクスポーセボーブリルディへへへ。 I love you.